ジークムント、または、ジギスムントは、インスブルック出身のハプスブルク家のオーストリア公、後に、オーストリア大公大四1446年から1490年まで、チロルを統治した。父は、オーストリア公、フリードリヒ4世、母は、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、フリードリヒ1世の娘アンナ。神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の重帝にあたる。 最高位は、フリードリフ3世によって1477年に、授けられた。1446年、父の死により、所領を相続した。1449年に、スコットランド王ジェームズ1世の娘エレノアと、結婚したが、子供を設けないまま1480年に死別した。1484年に、ザクセンアルブレヒト3世の娘カタリーナと、再婚したが、 この結婚でも子供を得なかった。老ヒやバイエルン公アルブレヒト4世からの借金を返済しないなど、チロルの領民の反発を受けていたジークムントは、1490年までに、領主権をフリードリヒ3世の息子マクシミリアンに譲渡した。ありがとうございます。